市長発言について伺います。扶助費についてです。先月8日記者会見で市長は扶助費が増えていかないように取り組むのも行政の仕事の一つだと思うのでしっかりと対応していきたいと発言されました。扶助費が増えないように抑え込むのが本市行政の仕事と認識しているのか市長の真意を示していただきたいと思います。以上です。お答えいたします。私の真意は常々申し上げておりますように超高齢化社会人口減少社会におきまして格差社会の広がりまた増加していく医療介護士にいかに対応していくかということが大きな課題の中で中ということでございます。そういう中におきまして貧困の連鎖を断ち切るための国指定への教育そしてまた就職していただくことまた健康相談にも置いていくとそういうようなことを含めてできるだけこの扶助費を少なくしていくという対応は予防という意味でやっていこうとまたもう一つは今その中で増加していく医療費介護費につきましてもいかに対応していくかというのが大きな課題であります。生活習慣病予防また介護予防などに積極的に取り組みまして健康寿命の延伸を図ることが結果として医療費介護費など社会保障関係経費の増加を抑えることにつながるこの行政の一つということで申し上げたわけでございます。市長と思いは一致するところがあるのですが今もですね少なくしていくという発言がありました。福祉の需要について扶助費の増加は全国的な傾向にありまして地方自治体において平成18年から28年の間で 1.8 倍になっているのが全国的な傾向です。需要に応じて施行していくというのも行政の仕事と思います。市長の問題意識は共有させていただきますが扶助費をむやみに支出したり抑制したりするのではなく社会福祉が増進した結果として扶助費支出が適切な水準で均衡した社会が必要と考えますが市長の見解をもう一度伺います。お答えいたします。扶助費を抑制するという言い方がちょっと良くなかったというふうに思います。やはり扶助費を抑制するということではなくてさらなる行政による対応をしてそして結果的に扶助費が減ると、こういうふうな形にしていくと特に真に必要な方にはしっかりと応援させていただくと、こういうことでやっていきたいと思います。以上です。